はい、どうも皆さんこんにちは、野永井です。今回は、真面目にお仕事シリーズ、なんかシリーズ化してますけど勝手に、真面目にお仕事シリーズの、第2弾かな第2弾かな、第1弾はあのトレバーの真面目に、なんて言ったっけ、航空密輸ミッションで、第2弾はマイケルで真面目に、テンセントシネマのなんつったかな、宣伝ですね、航空機による宣伝ミッションを真面目にやっていきたいと思います。真面目ですよ、真面目、はい、よいしょ。というわけでいきますか。よいしょ。すごい不真面目な格好だねこれ、寝巻きだよねこれ。おい、あら、これ、閉めなくていいの、お前、お前顔に風がめっちゃ、おー、閉まった。おい、それ風巻き込むからね、下手すりゃね、そのまま落ちるからね。だいたい顔に風が来て痛いでしょ、お前。よし、じゃあ行くか。よいしょ。真面目ですからね、真面目まず一つ目こっちですね。じゃ低空飛行で行った方が動画的に面白いからね、真面目に低空飛行行こうか。よいしょ。でも真面目ってやると黙っちゃうからね、私、真面目になると本当に黙りますからね、真面目になった時ってよいしょよいしょ。おお、怖い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 。ひっくり返った状態でビラ撒いたらどうなの。上に登ってってんだけど、ビラがビラが上に登ってくってすごいよね。なんだろう、もう一回やってみようか。ビラが上に登ってくおいしょ。で、こっちですね。おいしょ。これって制限ないんですね、ビラ制限。無限に出せるんだ、ビラは。なるほど。どっから出てんのこれ。これビラどっから出てるかね。なんかすごい中途半端な場所から出てません？よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、あと4箇所ですね。4箇所。関係ないけど、舞ちゃん。はい。なんか開いちゃった。これ何？あ、チェックリストなんだ。ノージョブスってやだな。ノージョブスって。チェックリストってデザインあんなんだったっけ？よいしょ。あと2箇所。ここで1箇所。あと1箇所。今黙ったまま巻いたね。巻いてるね。グローブストリートの方だか。よいしょ。はい。真面目だな、今回の動画、本当に。自分でも呆れるぐらい、本当真面目にやりましたね。真面目すぎだろ。真面目くんかって。真面目くんです。あ、やばい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 、危な危な危なここまで真面目にやってきてここでふざけんなよ。で、真面目に滑走路から行こうかな。それめんどくさいね、真面目に滑走路から行くのはちょっとめんどくさいよな。もうあそこピンポイント着陸で行くか。ピンポイントで
どこかな、あそこか、オッケー、そこ行ったら止まりますから、オッケー、はい、というわけで今回は真面目に終わりたいと思います。ではでは、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。